電は彼らの存在によって汚されています。盗まれたオーブを大聖堂の下にある霊廟に戻してください。霊廟はこのレイラインを初めて踏破したウェイファインダーであるメロリーの慰霊碑です。まばゆく光る星のように輝いていました。志も高く皆の同票だった。ですがその悪なき好奇心によって帰らぬ人となってしまった。彼女は私の意志に反してブラックガーデンへと足を踏み入れ二度と戻りませんでした。
線がレイラインの方々に広がっています。排除しなければ。してください。この泉は昔テクナウィッチがこのような構造物を作る際に使うアセンダントエネルギーの源泉となっていました。今ではかつての崇高な目的の不毛な模倣でしかありません。いつの日かきっと再び輝く時が来るでしょう。